セントジェームス、はい、どんどん重ねていくと非常に可愛いかなと、うん、あ、可愛いですね、うん、どうですか、いいですね、この色も綺麗だからこれちょっと着てみます。そうですね、はい、3をちょっと着てみました。あ、いいですね、はい、3のこの色、ライムグリーンですね、はい、これ新しく入ってきましたね、うん、カーデ着てみますかね。そう、カーデか、あと何か合わせる、春の羽織っていうのがちょっとちらほら入ってきて、うん、スースースーいてるのかな、スースースー、スースースーのね、定番のデニムジャケットなんですけど、はい、これ初めてこのブリ、なんだろう、ブリスースースーで結構人気の形のジージャンですよね、うん、でブリーチが、ブリーチっていうの、うん、初めて入ってきましたよね。ちょっと薄い感じの色が可愛いんですこれ。ブリーチね、結構色薄くなってる。はい。でサイズがね、これ40を今着てます。ああ、40。ちょっとゆるっとしたサイズ。そうですね、ちょっと緩めですね。そうで次回が42のサイズっていうのが出てました。うん、はい、なるほど。ちょっとサイズ感はやっぱり緩くなってきてますよね、うん、だからメンズも着れると思います。可愛いと思います。これも新作、はい、これめちゃくちゃ可愛いと思います、はい、じゃあちょっとカーデガンも着てみますか、うん、カーデ、はい、あのね、新しいブランドですよね、はい、これ初めて紹介します、うん、サイドスロープって新しい、はい、新ブランドをちょっと紹介しますね。春のコットンとリネンのカーディガンなんですけど、ブランドがサイドスロープっていう、はい、はい、脇坂さんっていう方が代表をされていまして、脇が一応サイドっていう英語で、はい、で坂がスロープっていうことで脇坂さんのブランドサイドスロープ、はい、はい、ニットブランドですね。単純に英語にした、英語にした、はい、サイドスロープっていうブランドですね。これ非常に可愛くないですか。可愛いです。これリネン、はい、リネンなんですよ、はい、コットンリネン、コットンリネン、はい、でパッチワークになってるんですよね。そう、ちょっと寄りましょうか、はい、はい、後ろの方はいっぱいこういう感じでいろんな生地をこう、うん、なんていうのかな、パッチワークしてあって、はい、リネンです、はい、そうですね、リネンってコットンリネンじゃないかな、コットン、レーヨンが入ってますね、はい、これが可愛いですね、はい、これだからワンピースに着てもいいし、デニムともめちゃくちゃ可愛い、可愛くない、うん、いいですね、はい、でこれサイズが、2ですね。M か。多分0、1、2ってあったのかな。はいはい、で、割とちょっと大きめを、うん、はい、頼んだんですけど、これちょっと僕も着てみようかな。着てみますか。はい、あの男子サイズですよね。男子サイズ、女子が着るとかも、ね。はい、ゆるっと着れますね。これだけでね、大きいんですけど、ここにリブがあるので、うん、はい、こうやってちゃんとこう止まってくれるので、はい、着やすいと思います。はい。じゃあメンズ着て、あの、はい、着てみます。着ましょう、はい、はい、一応男子が着てもこのぐらいでっかいですね。そう、はい、ちょうどかっこよく着れますよね、はい、これ、今年から始まったブランドなんですけど、まだ1枚しか入ってきてないですね。そうなんですよね。これはね、ぜひ試着してほしいです、うん、これ男子着たらすごいいいよね、こういう男子素敵。うちのスタッフも結構似合ってましたね、うん、はい、誰が着ても似合う感じで、サイドスロープ、ちょっと春に羽織るには、うん、涼しい感じのカーディガンなので、はい、いいかなと思います。いいですよね、はい、ちょっとなんか半袖にね、ゆとりが出る感じですね。半袖にね、はい、ちょっとね羽織っていただいたらいいかな。まあ兼用で着れますんで、はい、いいそう、一緒にね着れますね、はい、じゃあ、あとレディースは
まあ、ミシェル・ボードマンとか、デュタンゴ入ってますんで、はいはい、あともう一個新ブランド、あ、そうだ、ラブ・アワー・デイズ、それメンズもいいかも、あれね、うん、はい、まあまあ羽織りましょう、見ますか、変わりましょう、42のサイズっていうのが、はい、可愛くないですか、羽織っていただいたらいいかな、まあ兼用で着れますんで、